講習会は理学療法士などを養成する山口市の専門学校で開かれました。3年生62人が受講し、救急救命士らが心臓マッサージなど AED を使った蘇生方法を指導しました。山口市消防本部は毎年およそ250回の講習会を開いています。今年は2月下旬から新型コロナウイルスの影響で休止されていましたが、国が感染防止に向けた蘇生法の指針を示したことなどから再開されました。指針には呼吸を確認するときに顔を近づけすぎないことや、救助される側の口にガーゼなどを当てて飛沫を防ぐことなどが盛り込まれています。口から息を吹き込む人工呼吸は大人には行いません。こういうちょっと離れた環境でやると、やっぱり患者さんの情報があんまり得られなかったりとかすると思うので、ちょっとそこが難しいところですね。受講生も多分声が聞きにくいだとかですね、なかなか戸惑う面もあったと思いますが、そこはもっとですね、いろいろ救命士で知恵を出し合いながら、受講生のためになるような講習をですね、今後より良くしていきたいなと思ってます。市消防本部は、新しい方法を多くの人に知ってもらえるよう取り組みたいとしています。